いまだ収束が見えない新型コロナ、第8波による死者数は過去最多の更新を続けています。爆発的な感染拡大を引き起こした大きな要因の一つが、オミクロン株の出現。その感染力の強さの理由を日本の研究グループが解明しました。クリニックの状況は今どういった状況でしょうか。 半日で10人から15人ほどの患者さんを見させていただいているんですけれどもまあ、そのうちでだいたいコロナ陽性の患者さんがまあ10名程度、年明けぐらいからずっとそんなような調子になっています名古屋市中村区にある高田内科クリニックの高田の紀夫院長です日本大学私学部の今井教授らとともに新型コロナウイルスの特性について研究を続けています オミクロン株についてどういった研究をされたんでしょうか従来株それからデルタ株オミクロン株と感染爆発というような状況まで増えてきました一体どうしてなのかとみんな感染防御対策を取っているはずなのにどん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 拡大してしまうのは何でなのかというところをあの調べてみたわけです そうすもともと、ねまあ、唾液というのはですね液体成分とそれから口の中の細胞が剥がれた細胞成分からなっているんですけれどもそのうちの液体成分に溶け込んでいるウイルス粒子の数がデルタ株に比べて飛躍的に増えていることを発見しましまた研究グループはおととし流行したデルタ株の感染者やオミクロン株の派生型 BA.1 の感染者など合わせて90人から唾液を採取。 どういった方法で研究をされたんですか。大変シンプルな方法で、まあ、唾液の中のですね、ウイルスの量をですね、ウイルスの数を数えた。感染者から飛沫として吐き出されるウイルスは。唾液の細胞についたものと。単独で漂うセルフリーの2種類。唾液の細胞についたウイルスは吐き出された後。1メートルから2メートルの距離で落下します。実験の結果。 従来株やデルタ株は、唾液の細胞についたウイルスの割合がセルフリーより高かったのですが、オミクロン株の場合は、単独で漂うウイルスの割合が高く、セルフリーの数はデルタ株のおよそ3倍。つまり オミクロン株はデルタ株などに比べ空気中に長時間漂い室内など密閉空間でエアロゾル感染を引き起こしやすい特徴がこれが第7波や第8波の爆発的な感染拡大につながったと高田委員長は見ています。今回の研究結果から今後の感染対策、どのようにしてばいいとお考えですか。 特に飲食店なんかでは、ついたてなんかを用意してあったと思うんですけれども、エアロゾルっていうのは空中に長い期間浮遊するということで、我々のイメージとしては煙のようなものだと、煙を周りに広めないためにはついたてではダメで、窓を開けて空気を入れ替える、あるいは空気清浄機などを使って、エアロゾルを効率的に取り除くと煙をイメージすると、むしろついたてなどはない方がいいんじゃないかと思ってしまうんですが、いかがですか。 唾液にはですね、そういうエアロゾルの成分の他に細胞を多く含んだ重い成分も入っています。下に早く落ちるものですから、そういったものは吹いた手が有効にさえ機能しますので、吹いた手が決して、えー、役に立たないというわけではないと。オミクロン株が主流となっている現在、引き続き換気と密閉空間でのマスク着用が重要だと高田委員長は指摘します。 そんな中、政府は新型コロナの位置づけが5類になった場合、屋内でのマスク着用について発熱などの症状がある人を除き、原則として不要とする案を検討しています。これはですね、結局屋内の状況によると思うんです。密ではない状態でそれぞれがいるのであれば、あえてしなくても吐き出されたエアロゾルが速やかに排出されるような仕組みがあれば、別に屋内でマスクをする必要はないと思う。 政府などにはこういう場合だよというこの具体的なイメージをです、ね、皆さんに伝えていただくといいとは思うんですけれども、やはり誤解されるというのが一番怖いことだとは思います。